1977年の飛行場前り上降場と周囲約500メートル範囲。左上が南湧かな方面。解説前直近の1951年の米軍撮影航空写真では、左側近くのところに飛行機の遠平庫の跡がいくつか確認できるが、この頃にはかなり離れた場所に残る以外は、牧草地に鳴らされていて、 付近は飛行場があった形跡が全く見当たらなくなっている。浜トン別側に踏切があり、線路の左側の黒く細長いものがホーム。踏切近くに待合室がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成飛行場前駅は、 北海道宗谷群猿普通村アザアサジの大地にあった北海道旅客鉄道店北線の駅である。天根北線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅だった。ホームは線路の西側、南輪っか内方面に向かって左手側に存在した。ホームは 木製のデッキ式で、オトイネップ型にスロープを有し踏切材の道路に連絡していた。仮上工場に羊を持つ無人駅であり、駅舎は存在せず、ホームで入り口から少し離れた位置にマンサードの待合所を有していた。待合所入り口には、飛行場前停留場と表記されていた。仮上工場時代の一時期、駅名表には、駅名の読みとして、 飛行場前と記載されていたが、その後訂正されている。駅名は、かつて付近に大日本帝国陸軍のアサジア第一飛行場があったことに由来する。アサジア飛行場は、太平洋戦争中の1944年に建設され、その1年後の1945年には戦争は、終結したためほとんど使われないままにその役目を終え、 弊社や商工官舎といった建物は1951年に解体撤去された。当駅が局設定の仮上工場として開業した1955年には周囲に特段の構築物などのない原野となっていた。テレビや書籍でも飛行場がないところなのに飛行場前駅と名乗る駅として紹介されることがあった。周辺は整備されていない笹原と原の牧場、 湿地等島である。周辺の線路跡は、ハマトン別ツ駅跡から、サルフツ駅跡までが、北オホーツクサイクリングロードに転用されている。2001年、2010年、2011年の各時点で、サイクリングロード沿いに、ホームと駅名標の枠のみ残存している。なお、2009年時点では、廃止4年後の1993年に比べ、 ホーム跡の天板が落ちさざに覆われている。骨材には廃品となったレールが使用されている。飛行場前仮上工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。